トラックから激しく吹き上がる真っ赤な炎。辺りには黒い煙が広がっています。火事があったのは札幌市白石区米里5条2丁目の路上です。午前8時半ごろ、トラックを運転していた男性からトラックのエンジンルームから火が出たと消防に通報がありました。火はおよそ30分ほどで消し止められ、けが人はいませんでした。警察はエンジントラブルが出火原因とみて調べています。